皆さんこんにちは、2022年4月からこの新日本フィルハーモニー交響楽団のミュージックアドバイザーに就任します、指揮者の佐藤です今日は皆さんを我々の本拠地、すみだトリフォニーホールにご案内したいと思います。それでは早速中にに入ることししましょう ここが、えー、隅田トリホニーホールの大ホールです、えー、1 8 0一席、えー、全部で席数があります、えー、隅田トリホニーホールは今年で25周年を迎えますそして、えー、新日本フィルハーモニー公共団は50周年という記念の年になります、えー、ということでこの4月からは、えー、50周年この新日の歴史にいろいろ関わった指揮者あるいはプログラムを 皆さんに紹介していくということになります。まあ、そうですね、シリーズとして二つあります、隅田サントリーシリーズという枠と、そしてクラシックの扉という二つのシリーズがありますが、まあ、両方にこの新日本フィルと縁のあった人たちが式台に上がってきます。こういうようなことに、最初の経験総会を五月に僕はさせていただきます。この五月のプログラムは。 実は僕がデビューをしたこの詩日本ヒルと最初に僕がブザンソンの揮者コンクールに優勝してそして帰ってきた凱旋公演ですねその時のプログラム「ドン・ファンリハト・シュトラウスのドン・ファン」という曲とそれからバンスタインウエスト・サイド物語を作ったバンスタインが作曲しました「プレリューとフーガとリフス」。 これは面白い形でビッグバンドの形でジャズのクラシッククラリネットのジャズ奏者で有名なベニー・グッドマンが。 ソロを吹いたりもしたあの面白い曲なんですけど、えー、それをやって後半にベートーベンの7番「あの田目カンタービル」でも有名になったり今も CM で使われたりしますけど、えー、このベートーベンの7番を指揮します、まあ、1990年の僕のデビューの時のプログラムを、えー、もう32年ですか、えー、たった今、えー、このホールで指揮することになります。 えー、そして、えー、このシーズンには、えー、先ほども言いましたけれども、えーまあ、当時の音楽監督だった井上道彦さんであったり、えー、小泉和弘さんであったり、えー、高関健さんであったり、えー、そうした親日と愉快のある指揮者あるいはアルミンクさん、ねえー、そうした方が登場されます。 えー、まあ僕はもうそうですね二十歳ぐらいの頃から、えー、まあそうした指揮者の方々と実はまああのく 修行時代というか,から縁がありました、まあ、大上さんに関してはあのバンスタインの2人ともお弟子さんということで、えー、バンスタインのもとで勉強した仲間でもありますし、えー、あるいは小泉さんはもう高校の先輩でもありますし、えー、小泉さんもそれから小高さんも、えー、井上光通さんも僕は実は若い時に副指揮者として、えー、彼らの下で、えーまあ、勉強させてもらったことがあります。 えまた、えー、シュテンツさんという方が指揮をされるのはこの「新日本フィルハーモニーが」が、えー、一番最初に創設されて取り上げたプログラムで、えー、今年の定期に登場されますし、えー、面白いのはあの井上通さ,、えー、さんが作曲された えー、まあミュージカルオペラというふうについてます。これはまだ全くどこでも演奏されてませんけども、えー、まあ彼の新作のオペラ、これは実は僕も作曲されている過程をを少しあの。 お話を聞いたりもしてすごく僕自身も興味があるんですがそれをまこのトリホニーとサントニーのシリーズで取り上げられるとこれがあのどういう作品なのか誰もわかりませんまだそれもすごく面白いんじゃないかなと思っていますまた海外からお招きするあの指揮者でメッツア・マッハさんも来られます えー、メツマハーさんっていうのはもう本当にあの現代音楽のやはりスペシャリストなんですね。あのまあ、現代音楽ってなかなか馴染みがないかもしれませんけども、えー、やはりこうしたその新しい音の世界観そうしたものを作られるスペシャリストとしてヨーロッパで大変活躍されている方です。えー、そして、えー、僕らが忘れてはいけないのは久石譲さん。 ですねえー、この新日本フィルハーモニーとー、まあ、コンビを組んで、えー、最近は僕も「マーラーの一番」を聴かせていただきました。えー、今回はドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」あるいはサン・サンスのチェロ協奏曲そして展覧会の絵を振られるということでこれも大変楽しみにしております。えー、こちらはククラシッのの扉の方へ えー、出演いただきますあのたくさんの方がこうした名曲に、えー、久石さんの式で、えー、皆さんがまたあのクラシックの魅力に、えー、導かれる、えー、ことを、えー、僕も大変期待しています。まあ、とにかくあのここはですね、えーまあ、定期会員になっていただいたらその人自分の席が決まるわけですね。えー、その席で えー、もちろん皆さんがこの指揮者好きだなこの曲聴きたいなとでもそれその定期会員になっていただくとまた知らない曲に出会ったり、えーそのまあ、知らないアーティストに出会ったり、えー、この縁っていうものがどんどん広がっていくんですね、えーまあ、あの定期会員の魅力っていうのがあると思います。もちろんチケットが安く手に入れる とか、えー、いろんな特典があるんですが是非、えー、定期会員になられて、えー、さまざまなそうですねこの音響の素晴らしい音楽専用ホールで、えー、オーケストラを体感するそれが、えーまあ、今いろんなスポーツにしろまああの バラエティーに富んだその娯楽がありますけどその中の皆さんの生活の一つのチャンネルとしてこのトリフォニーに来られるそういうなんか生活もゆとりがあっていいんじゃないでしょうかぜひお越しください。